鍋とは、一般には熱源を合わせ持っていない、加熱調理用容器である。ただし、電気鍋のように熱源を合わせ持っているものも、存在する。食材に火を通すための調理器具であり、煮物、茹で物、揚げ物等の調理法に利用される。片手付きのもの、両手付きのもの、釣り手付きのものなどがある。やっと小鍋のように取っ手がなく、やっとこで掴んで操作するものもある。また、 鍋には蓋付きのものと蓋なしのものがある。日本では家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。鍋という時は鍋の種類名称である場合と、鍋を使って食卓上で作る煮物料理の名称を指す場合がある。説明なしに鍋を食べるという表現が行われた場合でも、鍋料理を食べるという意味である。 石器時代、およそ2万年からそれ以上前、人類は瓦家を作り始め、その当初からの用法の一つは食物を煮たきする鍋であったと考えられている。日本では縄文土器の基本形態である深鉢は、尖ったあるいは丸くなっている底の部分をお土や火床の上に突き立て、周りで火を焚いて中身を加熱調理する鍋であった。 その歴史は一万四千年前まで遡れる。金属製の鍋は少なくとも、青銅器文明の紀元前二千年頃からエジプト、メソポタミア、中国でコルドロンに分類されるオオカマンが使われ出した。中国では長い間使われ続け、戦国時代の遺跡である、随州総工一粒からも、カナエ、レキといった、煮るのに適した青銅器が出土している。 釉薬をかけていない素焼きの土鍋と違い、砂や灰で擦れば清潔が保て、熱の伝わり方も早く、焼き物と違って、かけたり割れたりすることが少ない金属製の鍋釜は便利であったが、当時は金属製の鍋を作るのは技術的にも大変だったため貴重品であった。金属製の鍋が貴重品だった時代は長く続き、ヨーロッパでは地域によってコルドロンの形状や、 大きさの差異は出たが、全般的に長らくコルドロンのみで作れる料理が一般的な食事とされ、1412年にロンドン在住のジョン・コールとジュリア・コール夫妻の主だった、財産と言える重さ7キロのコルドロンは、当時の土鍋が1ペニーほどの時代に4シリングしたと、される。他したような鍋が一般的になったのはイギリスにおいては18世紀に入ってからである。 天ぷら鍋と油切りのり鍋すき焼き鍋卵焼き鍋はがま、ジンギスカン、鍋雪き平鍋和風鍋であり、蓋の内中程度の深さの片手鍋。汁の継ぎ口が左右両方についている場合が多い。煮物、茹で物、出汁を作るときなど、鍋を利用する日本料理で使用されることが多い一種の万能鍋である。蓋は落とし蓋を利用する。本来は取っ手や蓋。 すぎ口のついた土製の鍋、あるいは銅製の炭造鍋であったが、現在ではアルミ製の軽量な片手鍋であることが多い。鱗のように表面を覆うポリゴン状の模様は、本来は銅板を金槌で叩いて成形した後である。廉価なプレス成形品でも炭造鍋に似せる装飾として模様をつけている。木製の柄がネジで固定されているものがあり、これは取っ手が傷んだ場合に、 木製の柄だけを交換することが可能である。やっとこ、鍋ゆき平鍋の取っ手と継ぎ口を取り去った形状の鍋。漢字では、やっとこ鍋の字が当てられることが多い。取っ手がないので鍋を持つときは、プライヤーのような形状で、鍋の円をつかみやすくした、はさみ口の先端が平たく作られた。専用の鍋はさみであるやっとこを使う。利用法は、ゆき平鍋と同様であるが、 取っ手が取り付けられていないため、業務用調理器具のガスバーナを使用する際など火力が強いために木製の取っ手が燃えてしまうことを防ぐことができる。同時進行で複数の鍋を並べて調理する際に、取っ手が邪魔にならない、違う大きさのものであれば重ねてコンパクトに保管することができる。取っ手がなく全体が丸い部分だけなので、洗いやすいといった利点がある。一般的には、 業務用の鍋である。鍋の厚みは比較的分厚いものが多い。坊主、鍋ゆき鍋の底を丸底にした形状の鍋。丸底のため煮汁の対流が効率よく行われ熱回りが良い。取っ手のないやっとこタイプの坊主鍋もある。一般家庭で利用されることはほとんどない。円付け鍋、段付け鍋鍋の円に近い部分に円形の段差が入っている大型の鍋。 円形のせいなどを使うことができる。親子鍋直径 16cm 前後、深さ 2.5cm 前後で、丼物の種を作る専用の鍋。複数のバーナーを持つ業務用コンロで複数同時に調理する場合、取っ手同士がぶつからないよう、取っ手が鍋本体に対して直角に真上へ伸びたようについているものが多い。親子丼が名前の由来である。 天ぷら鍋揚げ物に用いられる鍋。揚げ油を切るための天ぷら棒や油バネを防止するためのフードなどを有する。温度計などが付属するものもある。すき焼き鍋すき焼きに用いられる鍋。中鉄製で円形のものが多い。しゃぶしゃぶ鍋しゃぶしゃぶ専用の鍋。ちりとり鍋ちりとり鍋に用いる正方形の浅い鍋。てっちゃん鍋とも呼ばれる。うどんすき鍋うどんすき専用の鍋。 ジンギスカン鍋ジンギスカン専用の浅鍋。肉を焼くために中央が丸く盛り上がっており、余分な油が落ちるように穴が開いているものもある。おでん鍋おでんに用いられる、専用の鍋。湯豆腐鍋湯豆腐に用いられる、専用の鍋。湯葉鍋湯葉に用いられる、専用の鍋。缶鍋平安時代頃、酒を缶するときに用いた、銅製、または、鉄製の鍋。 直火で加熱した。厚缶気缶酒に用いられる、専用の鍋。卵焼き鍋卵焼き、だし巻き卵専用の浅く四角い鍋。正方形の関東型と、長方形の関西型。家庭用がある。たこ焼き鍋たこ焼き専用の丸いくぼみが並んだ鍋。一般的には、中鉄製だが、明石焼きには、銅製のものが用いられる。はがま、つばかま丸底で、 鍋の外周中央付近に円盤状の粒が張り出しているヘッツイ専用の鍋。粒はヘッツイの穴に鍋をしっかりはめ据えるためのもので熱効率を高めるのにも一役買っている。蓋は木製で厚みがある重いものを用いる。炊飯の主役的なものであったため現在でも形状を模したガス鍋等が販売されている。いろり鍋いろりにかけるのに適した。 柄がついた丸底の芋の鍋。アルコールで熱するコンロを組み合わせた一人用のものもある。文化鍋炊飯用の深さがある両手鍋。材質はアルミ合金製である。鍋の円が蓋よりも上にせり出し、重さのある蓋は富士山の裾の状の形となっているのが特徴。炊飯時に蓋の隙間から飛び出した水分は、せり出した円によりせき止められ、吹きこぼれる心配がなく、 蓋の傾斜に沿ってまた鍋の中に流れ込むよう工夫されている。本来炊飯に最適化されて作られた鍋であるが厚みもあり熱効率が良いことから煮込み料理に利用されることもある。過去には家庭の必需品でご飯をうまく炊けることが料理上手の一つの条件であったが電気炊飯器の普及により利用者は激減した。炒め鍋フランパンより深く 中華鍋のように丸みを帯びた、通常28センチメートルの鍋。湯煎鍋二重構造になっている湯煎のための鍋。崩楽、鍋豆類やごなどを入るための素焼きの鍋。紙鍋主に宴会で用いられるもので、鍋として使用できるよう紙に、特殊な加工を施した卓上鍋。鍋料理使用される鍋を参照。白、鍋紙鍋と同じく主に宴会用。 アルミニウム白製。昨今のスーパーマーケット等では、あらかじめ一食分切り分けた食材とともに、鍋セットとして販売されているのを見ることができる。ポップコーンには、材料を白鍋に封入した形態で販売されており、購入者が自分で調理して入りたての風味を味わえる製品もある。ストックポット一般に市販されている寸胴鍋、ダッチオーブンの原型。 フランスのココットソースパン片手の浅鍋。文字通りソース作りに多用される。外輪鍋直径が比較的大きく深さの浅い両手鍋の日本での呼び名。フランスのソトワールという片手のソテーパンが語源であるが、外輪鍋は両手鍋なのでソトワールとは別の種類の鍋である。半寸胴鍋直径の2、3強の深さを持つ深鍋。煮込み料理に多用される。 寸胴鍋直径と深さがほぼ同じ深鍋。径が小さく水分の蒸発が少ないので、煮詰まりづらく、スープを取ったり、長時間の煮込み料理に利用される。フライパンフライや、炒め物などに利用される小道が大きく浅い片手鍋。パエリア鍋パエリアを炊くための小道が大きく浅い、両手鍋。なお、パエリアは、バレンシア語の原理ではフライパンを意味する。 ミルクパン牛乳を温めるのに適した小道が小さく、深めの片手鍋。ダッチオーブンアメリカ期限の中鉄の鍋。テリーヌフランスの蓋付きの鍋。名称の通り、もともと土鍋だが、現在では、放浪引きの中鉄製テリーヌもある。同名の料理を調理するのに用いる。チップパンフライドポテトを揚げるための揚げ物鍋。コルドロン焚き火で調理するための大釜のこと。 ケトルと呼ばれることがある。様々な大きさの中華鍋北京の日鍋子中華鍋中華料理に利用される丸底の鉄鍋。炒め物、揚げ物、煮物、蒸し物等多くの調理法を一つでこなすことができる万能鍋である。北京鍋北京料理で利用される片手の中華鍋。関東鍋、四川鍋関東料理、四川料理で利用される両耳付きの中華鍋。 火鍋子北京料理用の中央に炭を入れる部分と煙突を組み込んだ銅鍋、砂鍋、中華料理用の大きな土鍋。五関東料理用の小さな片手付き土鍋木鍋雲南料理用の下から中に蒸気が入るように、そこの中心に穴の開いた突起を設けた土鍋。湯を入れた鍋の上に置いて用いる。タ鍋片側に北京鍋と同じ柄を片側に 関東鍋と同じ耳をつけた兼用中華鍋。火山ピラフを炊く、チョルバを煮込む、揚げるなど多目的に使われる金属製の鍋。ジェズベジェズベトルココーヒーを作る小型の鍋。タジン鍋タジン鍋モロッコ料理など、北アフリカの同盟のマグリブ料理タジンを調理するのに利用される浅い鍋。塩水系の蓋がついているのが特徴で。 食材から出た蒸気が蓋の上部で冷やされて液化し、再び蓋を伝って戻るため。もともと土鍋だが、現在では、放浪引きの中鉄製タジンも製造されている。クスクス鍋マグリブ料理のクスクスを調理するのに、利用される二段式の鍋。下段の深い鍋で、タージーンという食い入りのスープを煮込み、そこに穴の開いた上段の鍋でクスクスを吹かす。 スープから立ち上る蒸気でクスクスを蒸す仕組みになっている。圧力鍋圧力鍋鍋に蓋をして密閉し、蒸気が逃げないようにすることで内部の圧力を上げ、水の沸点を摂氏100度以上にして、高温高圧で加熱する鍋。完全に密閉すると、内部の圧力が高くなりすぎて危険なので、圧力調整弁が蓋に装備されており、一定の圧力が保たれる仕組みになっている。 保温調理鍋保温性が高く、短い加熱時間でも、余熱を利用して、効率的に調理できるように設計された鍋。ビニール袋鍋サバイバルや、キャンプなどで、ビニール袋に食材と水分を投入して、焚き火などの直火にかける方法もある。土鍋石鍋近年普及が進んでいる、IH ヒーターは、鉄系素材とは相性がいいが、アルミや銅などの非磁性金属は使用できない製品も、 あり、できても、加熱効率が劣る。また、非導電体である土鍋やガラスは、原則的に使用できない陶器土鍋火のあたりが、柔らかく、保温性が高いのが特徴。おでんやおかゆなど弱火で長時間煮込む料理に、適している。陶器性のため衝撃を加えると割れる、危険性がある。また、急激な温度変化にも弱いので、鍋底に水滴がついている状態で火にかけると、 ひびが入ることがある。目止めが必要なものとそうでないものがある。土鍋のサイズは、合数で表示されるが、合数は寸と同一なので、7号であれば、約21センチメートルとなる。中国でも、各地で用いられており、砂鍋と称する。耐熱ガラス性質は土鍋に近く、中身の様子が確認しやすいという長所が挙げられる。欠点は、やはり衝撃に弱いこと。 本体よりも耐熱性の要求が緩い鍋蓋に関しては多く用いられる。放浪鉄や銅製の鍋の上にガラス質の釉薬の層を焼き付けたもの。腐食に強いことからアルミやステンレスの普及以前に多く使用されたが、加熱直後に水につけるなどの急激な温度変化や土鍋やガラス鍋ほどではないが衝撃を受けると表層が破損しやすい欠点がある。しかし現在でも、 金属鍋にはない独特の美しさや熱伝導率の高い金属を使用しつつ耐食性も強化できるなどのメリットから比較的高級な製品に日地を確保している。鉄古くは鍋の材料として最も多用されていた。丈夫で熱にも強く油の馴染みがとても良いため強火と油を多用する中華鍋の材料としては主流である。使用することで鉄分の補給ができ、 熱伝導率も比較的良好である。錆びやすいこと、重いことが欠点。後半をプレス加工したものと芋の製のものがある。過去には中鉄鍋は銅鍋よりも廉価な普段使いのものが多く、これの補修を請け負ういかけ屋が各地で競争していた。現代の鉄鍋は大部分が後半プレス製にとって変わられ、 中鉄鍋は逆に南部鉄器のような高付加価値の工芸品として生き残っている。いずれも近代以後は防災力を高めるため表面に放浪加工を施した製品が市販されている。中華鍋のようなコーティングされていない鉄鍋は腐食や焦げ付きを起こしやすいため新品を卸ろした時にはから焼きや鍋ならしといった表面処理を行う場合がある。 同日用できる材質の中で最も熱伝導率が良く、鍋の材質として理想的なものである。しかし、材質的に柔らかいので傷がつきやすく、酸化や電気腐食が起きやすいため、手入れには手間がかかる。そのため、現代の銅鍋の内側には鈴のメッキが施されており、内側が銀色に輝いている。転生に優れていることから、 炭造成形されることが多かった。炭造鍋は、中造より薄く軽いが、製造には、技術力と手間を要する上、地金の銅も、鉄より高価であるため高級品であった。安価なプレス成形の雪平鍋に、炭造の追跡を模したパターンが成形されているのも、高級品であった名残である。現在でも細々ながら、職人の手で製造が続けられており、 本物の炭造鍋は司祭に観察すれば、通夜とが完全に一定にはならないのでプレス成形と区別できる。銅製の調理器具で調理すると料理に銅イオンが染み出す。銅イオンは卵白の泡を安定させたり、緑野菜の色を鮮やかにする効果がある反面、人体から排出されにくく大量に摂取すると、胃腸障害や肝障害を起こす危険性がある。よって、 内側がスズメッキされていない銅の調理器具を毎日使うことは勧められない。アルミニウム現在、鍋に最も多用されている材質である。銅に、次熱伝導率が高く、軽く、錆びにくい。転生にも優れているのでプレス成形で安価に、大量生産が可能。柔らかな材質なので、傷がつきやすい。酸に弱いので、 耐食性を高めるためアルマイト加工が施された鍋も多い。耐久性の点から家庭用のシェアはステンレスに押される傾向だが、特に業務用ずんど鍋のような大型製品では軽さのメリットが変え難く、依然主流を占める。ステンレスサビに強く、硬さと対衝撃性もあり、一般的な鍋の材質としては最も耐久性に優れる。 アルミ材に比べプレス成形にはより高い技術を要するが、現在ではアルミと並ぶ鍋素材の主流となった。表面を磨いた表面仕上げはステンレス材の特権と言える。熱伝導率が悪い欠点があるため、工術の多層低構造で改善を図っている。単層高熱伝導率が非常に悪く鍋の材質としてはあまり好ましいものではない。 全面多層構外側の部分にステンレスを配置し、内側に鉄、銅、アルミなどのより熱伝導率の良い材料を挟み込んで圧縁することで一枚の板状に加工した材料。断面を見るとサンドイッチ状に複数の材質が重なり合って結合しているのを見ることができる。各材質は熱伝導率が異なるので、境界面で水平方向に熱の拡散が起きて、 結果的に鍋全体が均一に加熱されることになり、加熱ムラが出にくい。複合層は3層、5層、7層のものが多く、これ以上に多層のものもある。多層低炭層鍋の底の部分のみ多層構造にしたもの。底面の加熱ムラは少ないが、側面に加熱ムラが出やすく焦げ付きの原因となりやすい。シタン精例や加工が難しいことから効果で、 鍋の材料として利用されるようになったのはごく最近である。熱伝導率は極めて悪いが、重さは鉄の約半分でサビに強い。登山など軽量化が求められる状況では重宝されている。石日本料理の鍋物や石焼き丼、または石焼きオムライス、石焼き中華丼、石焼きカレーなど、国内のは洋、中、エスニックの区別なく多くの料理に用いる。 韓国料理でもトルソと呼んで使用し、石焼きビビンバは代表例となっている。石材としては、長水石などが用いられる。九州、沖縄県では室町時代まで活石製石鍋が使用された。紙鍋を主に宴会で座敷で食べるために用いられる。もので鍋として使用できるよう紙に耐水加工を施し、直接火が当たらないように用いる。電磁調理器を使い、 神鍋の中、あるいは下に鉄板を置いて熱源とすることもある。貝殻東北地方のか焼きなど、日本海側には大きなホタテ貝やアワビの貝殻を鍋代わりにする料理の例が見られる。ありがとうございます。